ルだけは許せない。なんか若干の寒気が。かわいい男子は好きですか、料理も裁縫も何でも OK。オタサーの姫に目をつけられたらどうなる？私の名前は水戸ゆりか。幼馴染の獅子原草太と同じ学校に通う普通の高校生です。最近ちょっと変なことがあってさ。ん？変なことって？うん、例えば靴箱にこんな怪文書が。絶対に許さない。ちょっとで済むこと？これって意地。まあ多分人違いだろうから掲示板のとこに貼っておこう。いやいや待って、掲示板に貼っていい内容じゃなくない？確かにそうか、後で捨てておこう。最近変なことがいろいろ続いてちょっとめいってるんだよね。例えば移動教室、早くしなきゃ。ふん、無様に転ぶといいわ。ふう、危ない危ない。スタイリッシュ着地。あの、ぶつかってごめんなさい。足大丈夫でした？こいつ足をかけられたと思ってな。あ、はい大丈夫です。ああ、そういえば他にもね。あれ、体操服がない。慌ててる。どうしよう、体操服ないと体育の授業出られない。ってこともないか、今日ランニングしてきたからシャツの下に体操服着てたし。そんな偶然ある？あれ、それ私の体操服入れですか？あ、これは覚えてなさいよ。とかあったな。そっか、ところでゆりか、あそこにすごくゆりかを睨んでる人が。え、気づかなかった。あ、体操服入れ持ってた子だ。いいの？ほっといても。うん、気にするほどのことでもないし、いいかなって。ゆりかはああ言ってるけど、俺はほっとけないかも。犯人の正体は？というわけで、ゆりかを睨んでた謎の女子の正体を探っていくよ。姫野さん、日直お願い。あ、うん。名前は姫野さん、ファッションは地雷系、ネイル可愛い、グッズはファンシー系中心と。獅子原くん、何してるの？あ、聞き込みもしよう。ねえねえ、姫野さんってどんな子？あー、あの子？ちょっと変わってるよね。クラスではちょっぴり浮き気味と。アニメ研究会とか入ってオタクにチヤホヤされてるらしいよ。マジ？ガチオタ？オタサーの姫ってやつ？アニメ研究会？ここがアニメ研究会の部室。初めて来たな、この辺。どんな会話してるんだろう。ねえオタクくんたち、昨日の新アニメユリリン&レオリン見た？見た見た、オープニングの演出がエグかったよね。姫野さん誰が推し？俺は原作3巻から出てる子なんだけど。姫野さん俺とも語ろうよ。もうみんな姫と話したがりなんだから順番だぞ。なんか特殊な立ち位置にいる。これがオタサーの姫ってやつか。でもなんでユリカに嫌がらせを？接点とかないよね。姫野お手洗い行ってくるね。わ、隠れなきゃ。姫野さんは当然可愛いけどさ、お前ら水戸さん知ってる？え？知ってる知ってる。超やべえよな、俺びっくりしたよ。なんでオタクくんたちがユリカの話題で盛り上がって。ユリレオのユリリンにそっくりだよな。コスプレとかしてほしい。ユリカに似てるキャラ？そんなまさか。確かにちょっと似てるかも。で、あ、姫野が手洗いってる間に盛り上がりやがって。許せない、水戸ゆりか。ちょっと可愛いからってチヤホヤされて。ああ、そういうことか。事情は分かったし、そろそろ帰え。あれ、どうしたの？入部希望？あ、いや、そういうわけじゃ。じゃあ、見学だけでもしてきなよ。アニケン、楽しいよ。敵地潜入というわけで、見学の獅子原くんだよ。よろしく。獅子原くんって確か水戸さんと仲のいい。そんな陽気男子がなぜこんなところに。距離感が遠い。
あ、これアクスタに手作りのアクセサリー？そうそう、オタクくんに姫野の推しのイメージアクセサリーとか作ってもらったこともあるんだよ。イメージアクセサリー、ともかくアクセサリーだったら俺手伝えるかも。え？これが推しの子だよね。じゃあこのパステル使って瞳の色と同じビーズ使って。え？レオリンのイメージアクセサリーくれるの？どうぞどうぞ、持っててよかった手芸道具。師匠ロくんすごい。姫野、これ早速カバンにつけてこようっと。よし、獅子原くんも歓迎しよう。心を溶かした、これでいろいろ聞けそう。歓迎の証に僕らの心のバイブルアニメユリリン&レオリンを一緒に見よう。歓迎ってそういう方向性？お前はずっと一人ぼっちなんだよ。姫野さんってアニケンでどういうポジションなの？ああ、姫野さんはここの創設者なんだ。後から入ってきたんじゃなくて？アニメ好きで居場所を求めてた僕たちを誘ってくれてね。いい子だよ、ユリレオの漫画化したら自分で買うくらいハマってくれたし。姫にもいろいろあるんだな。でもどうしてこんなことするの？貴様が悪いんだ。貴様が私の地位を脅かすから。そんなの間違ってる。そうだよね、言いたい言葉。ああ、頑張れユリリン。ちょっと失礼。あ、あれ、師匠ロ君どうしたの？もう帰る？さっきまでユリレオの1話見せてもらったんだけど。ああ、神回だよね。ユリリンちゃんが絶対売れないところが良すぎでさ。うん、悪役がめちゃくちゃひどかったね。そう、自分の組織での地位を守りたいがためにユリリンちゃんにネチネチ精神攻撃したり武器を折ったり、変な手紙送ったり足引っ掛けたり体操服盗んだり。え？分かってるよね、ユリカにしたこと。何よ急に。事情がどうであれアニメでは悪いことって分かってるのに、どうして現実で悪役みたいなことができるの？そんな、私。あれ、ソウタ？先生が呼んでたけど。言いたいことあるなら今のうちに言った方がいいよ。あ、そこの人、私言いたいことがあるんだった。え、ユリカの方が？うん、あの、こないだ私の体操服見つけてくれたよね。あの時はありがとう、お礼言えなかったから。あ、信じらんない、私が嫌がらせしたのにも気づかないでお礼なんか。そんな子に私は。大丈夫だよ、まだやり直せるよ。魔法の言葉なんて言えばいいかわかるでしょ？ごめんなさい、私全部間違ってた。え？うん、間違ってたなら気をつければいいよ。そういうところだっつーの、つけ込まれないようにしなさいよね。ありがとう。一件落着っと。さ、帰ろっかユリカ。いいの？なんかアニメ研究会に用事があったんじゃ。いいのいいの、あそこはあそこでうまくやるでしょ。なんかすごい見られてるけど。え、ミトさんだ、誰か声かけてこいよ。コスプレしてくれませんかってせーので言おうぜ。姫野チャレンジしようか。さすが俺たちの姫野さん。よくわからないこと言ってるけど挨拶だけしてく？ユリカはそういうのやらないから。なんだかソータとアニメ研究会のこの間で何かあったみたいですが教えてくれませんでした。あれ、なんかすごく暖かいような。なんで私逃げてるんだろう。私は私自身のことがわかんない。誰か教えてください。ミトさん、それこう…何か悪いことを察知してるんでしょうか。私にはダン先輩がいるから。ごめんね、ソータ。久々に見たわ、その目。じゃあ、僕が心理テストをしてあげよう。友達として好きか、恋愛の好きかをジャッジする系。もっと自分に素直になってもいいんじゃないかな。一瞬でも思った方が答えだよ。ああ、なんか腑に落ちた。
の動画はどうだった？この動画のオープニング曲を紹介するね。チャンネル登録してほしいな。はい、ふざけないでちゃんと言って。チャンネル登録お願いします。